はいどうも皆さんこんにちは、クラクラチャンネルのケイスケです。ただいまクラクラチャンネルはですね、タウンホール級最強決定戦というクラン内イベント、こちらをですね行っておりまして、で今回はですね中座軍曹の攻めを見ていこうかなと思います。今回もですね軍曹本当にですね相変わらずの軍曹クオリティ、もう変わった攻めというか計算され尽くした攻め、こちらをですね見せてくださいましたので、ぜひぜひ皆様ご覧くださいませ。本当にですね、軍曹すごいんですよね。オフ会で一回会ったことあるんですけども、その時軍曹マルチの編成でクイヒーラバルを組んでおりまして、で、その時ですね、たまたまクラン対戦を行っておりまして、で、自分がちょっと配置をいろいろ見て、あ、じゃあここ、軍曹攻めてみてってリクエストしたら、あ、わかりましたって言って、ちょっとですね、編成を微調整いたしまして、攻めてくれたんですよ。で、その時の指さばきとかも、判断力とかも本当にすごくて、あっという間に本当その時全開を取ってくださいました。まあ、この話だけ聞くと、本当に天才プレイヤーなんじゃないかなって思うかもしれませんが、軍曹は本当に努力家でございまして、ユニットの性能をもう本当に理解しております。もう常にですね、どんな風に出したらいいのかとか、あとここはガーゴイルじゃなくて、アーチャーの意味だとか、なんかそういうのもですね、しっかりと理解して、ユニットを組んでですね、プラン練り行っております。というわけで、ちょっとですね、軍曹の説明が長くなってしまいましたが、見ていきましょう。今回はですね、アチャクイチャージのゴレラバル的な編成でございます。対戦時間が3分になったので、結構ですね、クイヒーで長時間ですね、進軍していくっていうプランはですね、結構怖いかなって思うかもしれませんが、ここからですね、軍曹ですね、今回は時間ギリギリ、まあ、3分ちょうどで全開を取ってくださいました。もうそれもですね、計算され尽くしてんじゃないのかなって思うぐらいですね、本当に時間ぴったりで全開取ってくれました。というわけで、まずはですね、二次方向からは、ゴーレムとババキンを入れていきまして、相手のアーチャークイーンを処理していきます。で、今回はですね、相手のアーチャークイーン、本来壁の外に出てくる予定だったと思うんですけども、なぜだか相手のアーチャークイーン、壁の中からバーバリアンキングを打っておりますが、しっかりとですね、ここはフィストを発動いたしまして、相手のアーチャークイーン、無事に処理していきます。で、そして、ラバーを1体出していきまして、バルーンを展開して、12時方向の防衛施設を壊すといったプランになっております。で、しっかりとですね、クエイクで穴を開けておりますので、今、7時方向にいるクイーンですね、クイーンたちがしっかりと、回ってきまして、2本目の対空砲を追っていきます。ここはちょっとラバーが弾けてしまいますが、しっかりとアーチャークイーンが回ってきて、で、そして対空砲を壊して、あとはお掃除タイムといった感じになっております。あ、まだアーチャータワー残ってましたね。なんですけども、はい、この時点で、余っていたバルーンとジャイアント、合計27枠ぐらいですかね。ボールブレーカーもいるんで、27枠ぐらいをですね、余した状態で、こんな風に全開を取れるプラン、これを練れるっていうのはすごいですよね。というわけで、続いて2本目のリプレイ見ていきましょう。このリプレイが本当にすごかったです。見てください。クエイクを4発撃つんですけれども、ここですよね。はい、対空砲の右下あたりを1マスだけ開けていきます。まず2発ずつ落としていきまして、ここだけ開けるんです。ここだけ開けるんです。この打ち方は本当にできないですよね。自分もですね、クエイク使用する場合はしっかりと、マス目、数えていくんですけども、まあ、限定的に開けていく打ち方ですよね、このクエイクの打ち方。もうしっかりと自分も数えるんですけども、こんな風に一マスだけ開けるっていうクエイクの開け方、ちょっと真似できないですよね。で、しかもそれをですね、クラン対戦で行うっていう、その度胸もすごいですよね。いやー、この打ち方は本当にですね、クラメン全員驚きました。いやー、普通はちょっとね、一発ぐらいずれてですね、変な感じに開いちゃうことってあると思うんですけども、ここだけ開けて廊下を作るっていうね、この打ち方、正確性、本当にですね、もう、神業だなと思いました。というわけで見ていきましょう。はい、レイジを打ちまして、一気にですね、アーチャークイーンの火力を補強していきます。で、そして相手の援軍を処理していきます。そうですね、ゴーレムなのでしっかりとレイジをかけて、アチャクイの火力を補強して、相手のゴーレムをですね、しっかりとこんな風にさっさと処理していきました。で、こっからですね、アーチャークインがですね、ここの廊下を渡っていくんですよね。本当に、はい、スーッと通っていきます。はい、レイジをかけて相手のアーチャークインを処理して、そしてクランの城を壊して、エアスイーパーも壊して、はい、ただいま廊下の間ですね。はい、しっかりと、渡っていきました。で、あとはですね、
一時方向からゴーレム、ウィザードでサイドカットを行いまして、で、こんな風に、一時方向ですね。一時方向の対空砲と、ババキンですね。ババキンを入れて対空砲を処理していきます。いやー、これすごいなー。この打ち方何度見ても。これちょっとできる人いますかね？ちょっとですね、この打ち方本当に、クエイクの範囲、しっかりと把握していってもですね、この打ち方っていうのはなかなかできないなと思っております。で、あとはですね、バルーンを出していくんですけども、この時点で、対空砲全部折ってしまっております。なので最終的に、はい、ラバハウンドまだ使っておりません。どこで使うのかなってずっと見てたんですよ。ずーっと出さないんですよね、この人。何なんだと。この30枠は一体何だったんだっていう話ですよね。なのでちょっとですね、軍曹は今度200枠ぐらいで、今度クラン体制で攻めてほしいかなと思っております。普通はもう、枠使い切っても取りこぼしますよね。なんですけども、こんだけユニットを余した状態で、さらにアチャクイモの能力を残しております。こんな感じで前回を取ってくださいました。というわけで、今回はですね、軍曹の秀逸なリプレイご紹介していきました。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。